生物とは何か、あるいは生命とは何か、それは古代から問われ続けてきた重要なテーマであると同時に、今現に生きている私たちにとっても切実な問いでもあります。何しろ私たちは生まれた瞬間から老化し、やがて避けられぬ死を迎える運命にあるからです。理事会の方からスタイリストを雇うお金がこっそり出てるって、もっぱらの噂ですよ。しかしながら、象牙の塔だという揶揄の声があるのも承知しています。もはや科学は俗世間から遊離した営みであることは許されないのです。本学だけでなく、私個人のポリシーとしても、常に新領域を、フロンティアを志すことを求められているのです。まあぶっちゃけ桜の咲く季節ですので、ここが花見の穴場だって知ってる人が増えてるんです。正直ちょっとうざいですね。ユリはプチ文化祭みたいで結構好きだな。さて、少々堅苦しい話題が続きました。聴衆の皆様もそろそろ飽きてきたことでしょうから、もう少し身近で具体的なトピックに移りたいと思います。また学生の諸君へ、普段の講義のように質問のあるものは遠慮なく発言したまえ、および一般の方も。今年も独身ですか？言い忘れていたが、私の講義を取っているものは氏名と学籍番号を発言の後に付け加えたまえ。いい質問をした者には無条件で今期の成績をプラス1としよう。悪い質問をした者には？いい質問だ。早く氏名と学籍番号を言いたまえ。評価してやるぞ。名乗るほどのものではありません。1950年代に行われていた未中林農業は、農作物に低温処理を施すことにより、その性質を変えようという試みでした。それは現在では失敗した科学とみなされていますが、私の極知見はある意味未中林や類線湖の考えを継承したものと呼び得るかもしれません。冬に象徴される低温乾燥という極限状況、それは私のもともとの研究分野である宇宙生物の条件と共通するものですが、そうした厳しい環境にあってなお活動できる生命にフォーカスするのが私の狙いです。いつの日か人類は仮の故郷である大地を離れ、無限大の宇宙空間である天へ帰らねばなりません。私は信じています。自分の研究がその天への道を明るく照らすものであるということを。ご清聴ありがとうございました。
さんには複雑な乙女心というやつがわからないんですか。したのか。必要とする20種類のアミノ酸のうち大半がグリシンでバランスがいいとは言えないな。そうなんですか。そうなの。栄養学はあまり詳しくないが、どのみち分解されてから体内に吸収されるので、コラーゲンばかり食べてもあまり意味はないと思うぞ。魚はまだいいが、鳥の皮などはコラーゲンと一緒に大量の油が含まれているから、そちらを注意した方が賢明だな。さすがお姉ちゃん、奥がくだな。そもそも老化とは生物の発育過程の最終段階だ。例えば成長する過程で一部の組織がなくなるアポトーシスや、植物の未完熟す、セネセ
センスなどもこれにあたる。人が老化していくことだって、それが自然なことなんだから、何も恥じることはないじゃないか。なお八重、細胞の寿命を決定づけるテロメア修復の仕組みや、近年騒がれている長寿遺伝子によるゲノムの安定性と老化との関係も徐々に分かりつつあるようだ。僕がこの美貌をいつまでも保てるように、早く新たな知見が出てきてほしいですね。とはいえ、寿命を延ばしても限界があるだろうから、人の脳をコンピューターに移植する方が興味深いかな。SF の世界では散々扱われてきたテーマだろうな。ロボットになっちゃうの？人の思考をコンピュータ上で再現できれば、その中でずっと生き続けられるということだ。難しくて状況が想像できないから、ユリよくわかんない。死がなくなったら、それはそれで退屈そうですね。私もそう思うが、肉体から精神を解放して自由に生きるということは、人類の最終形態の一つではないかと思っている。あ、ユリもなんとなくそう思うよ。100年ほど前に亡くなった芥川龍之介という遠征的な作家がいるんだが、その最晩年の作品にカッパというものがある。晩年といっても、彼はこの作品を発表した年に自殺したんだが、読んだかどうか覚えてないけど、神器臭そう。分子生物学が発達する前の物語だ。科学的には染色体説が確かめられた頃じゃないかな。そもそも遺伝学という言葉が作られたのは実に1906年のことだ。上では胎児の方が中絶するかしないかを決めるんだな。この世に生まれるよりも死んだ方がマシって思っちゃうんですね。僕には理解できない考え方ですよ。生まれてくるのが良いことなのか悪いことなのか、その判断を問うのはまた今度にしよう。重要なのは科学、特に生物学の発展は生命の秘密を解き明かし、さらにはそれを自分の意思で操作することを許すということなんだ。小説「カッパ」で描かれていたのはごくシンプルな再生産の調整に過ぎない。しかし、今の我々が扱おうとしている技術は再生産だけでなく、永遠の成長や老化の防止といった従来の生命概念の根底から覆しかねないものなんだ。